タチャンネルでございます。いつもねご視聴いただきありがとうございます。今日はね後ろに見える車、買い替えましたのでね、今度で、ね、黄色いタントになりました。ということで、ただヤフーオークションでね購入したんですが、事故歴なしということでしたが、分解整備手帳2年前の車検の時にね、前のねボンネットと、フェンダーと、バンパーかな、板金塗装ということでね乗っておりました。ちょっとね確認したいと思います。こっちのライトはねもう完全新品なんですけどね、こっちどう考えてもねボロっちいライトついてるんでね、今日はレンズね今日磨いていきたいと思います、ね、まずそれからねちょっと車全部ねチェックしてみたいなと思います。じゃあよろしく、これのね残りがまだ少し残ってるんで、これでね今日はちょっとやりたいと思います。マスキングテープコンパウンドで磨くコーティングを塗ると、そういうことでございます。はい、ねマスキングがねマスキングが貼れました。ここね、切ったね。なんだここ。だいぶね、黄色いのが落ちてきました。よし、まあ、いいや。ヘッドライトクリーナー、これコンパウンドだね。ちょっとね、見てみると前のバモスと比べてね、こういうところも全部サビが出てるよね。海のそばで使ってた車ということなんで、結構サビがいっております。こっちがね修理した方側だと思うんだけど、ここもあれだね、錆びてるね。まあ値段がそうだからね、しょうがないよね。屋根見ました。なんでこれサビも出てるね。サビもね。
出ております。まだね屋根も白くなろうかっていう話も、一丁前にダンロップのタイヤ入っております。サイズが、14580-13。4919だ。2本だけねタイヤ変えたんだね。今ねちょっと椅子畳みました。こんな感じでね後ろはフラットになるんだね。あとここの背もたれが、テーブルになっております。後ろのこれもスライドするんだね。びっくりした。次にねタイヤあるのかないのか見ていきます。しかし汚いね汚ねえ車だね。これが取れるんだね。ジャッキとねこれが取れます。お、タイヤ、あ、カチカチだね。緩んでるね。錆びてるねここ。タイヤはねカチカチでありました。ただこういうとこね錆びてますね。錆びてる。錆止め塗った方がいいねこれね。せっかくだから錆止め塗りましょう。スプレーでなんとなくね拭きました。もういいよこれでね。ここね今度このねこういうカバーがかかっていましたがちょっと錆びてたんでねパキッとやって外しました。外してここねちょっと塗りたいと思います。こっちもなんでね、こっちも外そう。こっちもね、ちょっと錆びてます。タントをね買ってちょっとレンズやったとかねサビ止め塗ったとかそんな感じでした。それで今回のタントね特に原車確認とかしないでヤフーオークションでねもうそのまま年式と距離とねあとまあ車検2年ついてるからっつうんでねパッパッねいやもう買っちゃえっていうんでね即決で買いました。即決価格が2万ぐらい高かったのかな。あれよりね2万ぐらい安く確か、出てたんじゃなかったかな。忘れちゃったけどね。まあ距離走ってないのと、まあタイヤの山がね、まあまあバッチリあ、まあ写真で見てもね、もともとヤフーオークションの写真見ても山がバッチリあったんで、その辺は心配ないな。あと車検2年ついてるっていうことだったんでね、とりあえず4年は乗ろうかななんてね思っております。あとはね、ちょうどタッチペンがね、あの買った車の中にあれ入ってたんですね実は。それであのタッチペンでね、ちょこちょこ塗ったとそういうことでございます。で結論から言うとねやっぱり海の方で乗ってた車ちょっと知り合いにね車屋さんいるんでちょっと聞いたんですがやっぱり海の方で使ってた車っていうのはねこのぐらいなサビは出るんだよねということでございました。今日の動画がね参考になったよって方ぜひねグッドボタンで応援してください。またチャンネル登録まだの方ねぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。